こんにちは。2023年9月26日火曜日午前10時35分を回りました、火曜の午前中いかがお過ごしでしょうか。窓からね外を見ると今日はね、曇っておりますね。天気予報は今日はずっと曇り、雨から曇りに変わってますね。夕方5時ぐらいまで曇りで、それ以降、晴れる予報でございます。皆さんがお住まいの地方はどうでしょうか。今日はね、これから、新型コロナワクチンの第6回目の、接種に行きたいと思います。まあ、今回はね集団接種がなくなって、医療機関に申し込んで、接種をするということで、まあね、届いた封筒にはねその医療機関の一覧表が、載っているんですけれど、これ中にはねかかりつけの患者しかダメですよというのがあったりするんですね。対象者がね、どなたでもかかりつけ患者の家族、そして当院での接種歴がある方というふうにして分けられていて、私が住んでる地域には病院がね 1,2,3,4,5 6箇所あるんですけれど、その中で、誰でも、接種できるのが、3箇所、しかなくて、しかもアパートに近い病院は、1箇所しかないんでね、そこにね、電話で、申し込みました。お昼から、予約してるんで、10分前にはね、来てくださいと言われてますんでね、10分前になったらね、10分前にね、間に合うように行こうかなと思ってます。まあ、自転車乗ってね、そんなに遠くではないのでね、余裕を見て、足を運びたいと思います。まあ、今回第6回目で、無料で、接種できるんでね、無料でできるんだったらね、まあ、接種した方がいいのかなと思っているところでございます。まあ、今回使用するワクチンは、オミクロン株 XBB1.5 対応1価ワクチンということでございます。まあ、詳しいことはね、わかりませんけれど、まあ、無料でできるんだったら、やりたいと思います。あのね、私はね、インフルエンザの、予防接種は、最近ここ10年以上やっていないですね。ですんで、まあ、コロナワクチンもね、まだまだ今、流行している気配があるんで、まあ、流行期がね、終わったら、もう多分ワクチンも、コロナワクチンもね、接種しなくなるんではないかなと思ってますけどね、まだ現時点ではね、接種した方が、良いのかなと思っているところでございます。はい、ということで、火曜日が始まっております。今日もね、楽しく前を向いて過ごしていきましょう。今回の音声コンテンツの配信はこの付近で終わりにします。失礼します。